今日は暑かったね。本当だよ。半袖で全然いけた。カーゴパンツも入ってる。サイン入り卒コン紙チケット当たった。おめでとう。2枚2枚だからレアだよね。今日はイエーイ今日はちょっと悪い子そうなコーデだね。30で 32.5 度、すっごいね。暑いね。春を感じました。でももう桜が葉桜になりかけててびっくりだよね。もう1週間ぐらいしか咲いてないよね4月の気温じゃない。本当にね、びっくりだよ。今日はコンサートが終わってから初めての配信なので振り返りをしようと思います。あ、テロップ出しますさあ、と振り返り。オッケー。はい、13日のスプリングコンサートと日向さんの卒業コンサートありがとうございました。みんな見てくれたかな。ニコ生さんの配信もあったし、県民会館に来てくれた方は、ありがとうございます。かわいい。何これタワー、かわいい。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そう、ありがとうね。スプリングタワーパフェか、かわいい。ありがとうね。はい、スプリングコンサートの方から振り返りをしていこうと思うんですけど、スプリングコンサートは、3曲目のオープニングの3曲目のシャーベットピンクから出演させていただきましたけれども、シャーベットピンクと世界はどこまで青空なのかを赤制服で踊りました。どうでした？初めて踊る曲ばっかりだったから本当にドキドキだったけど、アンナちゃんの成長をしっかり感じました。嬉しい。そう、いろんな衣装を着させていただいて楽しかったな。磯丸がセンターで、そう、世界はどこまで青空なのかは磯丸がセンターを務めていましたね。どうだった？みんなすごかったよね。もうなんか同期なのにすっかりどんどん先にね行くけれども、頼もしい背中をこうシャッと、私が一番最初に磯のことを見るというか山台でさ、タララタラ、あ、違う、それ貼るとこや。最後磯丸がボーンって走るところを私が一番最初にこう見るから、カノンでね、でっかい背中を見てましたよ。お疲れだよ磯、とっても良かったよ。泣かないでね泣かないでね、いそう。可愛かったね、いそうね。先輩に囲まれて泣いちゃって頑張りました。何度も何度も練習してたのでね、期待に応えられるように頑張ってました。とってもめっちゃ良かったよね。褒めてあげてね、みんな頑張って。いそまる。そしてその次はまあユニットブロックがあって、ユニットブロックは4期生がなくて、
出なくて、3,4 期生ブロックがあったということで、命をかけろと君はどこにいると心に太陽の3曲楽しかったですよ。おなじみの緑と森の運動公園制服で披露させていただきました。どうでした？一曲一曲ちゃんとこだわりがあります。命をかけろね。フォー Here you go。 よかったんじゃないですか。本当に一曲一曲表現の仕方が違うので、めちゃめちゃ Here you go 練習しましたけどね、君の子はもうチュチュチュネタ曲じゃないよ。みんな本当に一生懸命練習したんだよ。ネタじゃない、本気だ。おくんなまし、なつきさんのとっても楽しかったです。君の子もね、あれややこしいんだよね意外と。ちっ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 ちゃ不気味にやるということをモットーにやってました。心に太陽、心に太陽はみんなポーズを決めました。どんな晴れた青空ものポーズ、一人一人こうビャーンと並んでやるんですけど、どうでした？私のポーズまっすぐだったでしょ。体がポーズは自由でしためちゃめちゃね楽しかったな。元気出して行こう、チャ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 ララです。はい、三陽規制ブロックありがとうございました。とても楽しかったです。先輩方がいなくて、3期生の先輩方はいたんですけど、そこのだけで3、4期だけで披露がなかなかねない機会なので、楽しかったです。めっちゃ。そしてそれ以外、そこからはかかとを鳴らせかな、あ違う、旗だ、オーサムの旗ですね。4期生はジュナと私とひろかと葵ちゃんと、で3期生の方はルアさんとはるちゃんさんとおねです。いかがでした？旗頑張りました。カラーガードやってるのはねジュナ、あそうジュナちゃん、久しぶりだよね、お元気ですか、ようやく会えてほんとよかった、トキーショーでセイハロー、トキーショーで旗を振りました。ポニーテールだから本当にトキーショー生えたんじゃないですか めちゃめちゃ頑張って覚えました。先輩方に当たらないように一生懸命。次はかかとを鳴らせですね。かかとを鳴らせ20時20分じゃなかったのごめんね、早くしちゃったのごめんね。チャットでお知らせしたけど間に合わなかった、ごめんね。まだ始まったばっかりだから何の話してたっけ、かかと鳴らせか、おー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 
ねえごめんごめんじゃんごめんじゃん許してよごめんね、なんか言わなくてごめんね、言ったんだけど間に合わなくてごめんね許してみんな許してエコーの拳あげるの2サビの2サビはもうあの移動許してにゃんやだやらないあの移動して上手側に行ったんですけど、かかとね難しくって本当にあの曲って苦戦してました本当に。パーだったー、ここ1回目はパーだけど2回目はグーで次パーでちゃんちゃかちゃんちゃかちゃっちゃっちゃ、もうむずいんですよね。そうやひこさんの振り付けだからめちゃめちゃ細かいし難しい振り付けなんですよね。けどなんとかなんとかやりきって、ちょっと二の腕が気になるんですよね時衣装はブル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 こうしちゃって恥ずかしいけど、もうちょっとまあ楽しくできました。はい、かかと合わせもね。そしたらアンコールかな、アンコールかな、アンコールは誇りの丘からのスタートということで、煽りがだいたい煽りで最後今日までやりきったか熱い情熱こそから振りがあったんですけど、みんなにできるだけ近くに行ったつもりです。煽りの曲は先輩方からみんな前に出るんだよっていう風に言っていただいてたので、なるべく頑張って前に行ってたつもりです。はい、これは始まり感あるから、そうアンコールの始まり感あったよね。盛り上がった盛り上がった次は自然渋滞。はあ、久しぶりに踊りました自然渋滞。ちょっと口が回らないけれども自然渋滞。はい、ね、あってるよね自然渋滞。1月10日ぶりなのでほんと3ヶ月ぶりぐらいに踊って、しかも全員で踊ったのでめちゃめちゃ楽しかったですね。そう、周年公演以来の。いかがでしたか、みんなで踊るのは初めてでしたけど。そうですね、迫力がねやっぱり。そしてなんといっても赤いライトを使ってパフォーマンスをしたということで、はい、階段でねチャツチャツってやって、みんなあれまぶしかった、もしかして全然客席側の状況を知らなかったんだけど、赤いテールライトがねえ、みんな本当に振りが意外と本当に ライトを持つと全然分かんなくなっちゃってめちゃめちゃ難しかったですね。そして山場を越えた、アンコールの山場を越えて NGT48 に入りましたね。トゥルルトゥルルトゥルトゥトゥトゥ、あそこポーズいつも迷うんだけど、チャンチャンチャンチャラチャラチャン、わーライト戻してチャ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 、でも煽りですね今回。煽りの曲結構しっかりやって皆さんも楽しめたんじゃないかなと思いますけど、
ラーメン南朝霞。みんなそこ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 いっぱいありました。ラーメン南、ラーメン、ここ、はい、どこって感じですね。どこどこなんだろうって。チャーシュー武蔵ね、みんな声出してくれたんでしょうか。いっぱいコールしてくれましたか。声しか出してません。声枯れてる。そうだよね、ありがとう。はい、 NGT48 が終わったらマックス時315号でしたね。当てる？当てるね。はい、ラスト、本当にスプリングコンサートラストの曲をマックス時315号で締めたということで、2番は全部の歌割りが4期生に任せていただいて、私たちは、私は歌い出しを季節の移ろいはを歌いました。ひろかっぴとさほとののかながいて、はい、初めて2番を踊ったのでめちゃめちゃ楽しかったですか。輪になって回るねところね、え、感動した。とっても楽しかったです、スプリングコンサート。ユンキもいっぱい前に出てて新鮮だった。そうですよね、ありがたいことに。スプリングコンサート来てくださった方もニコ生で見てくださった方もありがとうございました。はい、そして本間ひなたさん卒業コンサートの方にの振り返りもします。君と虹と太陽と君虹からドワーッと入ってきてそして法定速度と優越感を踊って、あれめちゃめちゃ怖かったんです、ハイヒールがもう私はいつもローファーで踊っていたので、まあ、制服衣装っていうのもあってローファーで慣れてたもんですから、もうハイヒールで踊るのが怖すぎて、もういつかかとが折れちゃうんだか、めちゃめちゃ怖かったです。実はね、苦戦しながら意外と転ばなくてよかった転んだら本当にみっともないから、本当によかった転ばなくてはい、普段そうハイヒール履かないから、靴もまだペタンしか履かないからね、グキンもならなくて足もくじかず転ばず、なんとかなんとかよかった。いつもはスニーカーですちっちゃい頃は本当にハイヒールが好きだったんだけど、しょっちゅう転ぶし、しょっちゅう足くじくし、でも履かなくなりました。好きは好きなんだけど履かなく、履く機会がもうなくなっちゃったなっていうありがとうございます。だから本当に衣装で履いて久しぶりな感覚でした。グラ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 転びそうになりながら、よかった。そしてオープニングが終わったらユニットブロックですね、オンリーツデイの話に触れようかな。私とお姉とカイリさんとヒノさんとひなたさんとチュンさんと花江さんで
オンリートゥデイを披露させていただきました。ありがとうございました。楽しかったよ。初めてお姉と一緒にユニットに出れたということで、本当にメールでも島ユニットが見たいなっていう声が本当にたくさんあって、ああそうだよな、期待していただいてるんだなと思って、はい、楽しみにしててと思いながら練習していました。本来はあの白黒半分の衣装でやるのが大正解ではあるんですけど、白黒一人ずつ分かれてる衣装で、初めてヘッドセットもつけさせてもらって本当に楽しかったです。はい、衣装短かった、結構短いスカートで私あんな短いスカート履いたことないですよ。めちゃめちゃ短かった。お姉とも短いね、短いねスカートねとか言って初めてです、衣装でもあんなに短いの履いたことなかった。はい、合法的に先輩方とあの腕を組めちゃうっていう素晴らしい振り付けでしたねてくれればいいから、ちょっとニヤニヤしながら、はい日向さんがもうこの曲は木本姉妹を目立たせたいって言ってくださって、二人でセンターをやる機会が結構多くて、ありがとうございます。日向さんが主役のコンサートなのに本当にお優しい、ありがたく務めさせていただきました。どうでした？褒めて、みんな良かったよね。あの曲は本当にずっとリハの時から声を出しながら右左内回しとか言って平瀬さんがすごく引っ張ってくださって、めちゃめちゃいいユニットだったと思うんですけど、はい、仲良さそうに出てくるっていうのを家でも練習してました。楽しかったです。まずユニットブロックに出させていただけるのが本当にありがたいことだったんです。上げる足や左右どちらも良かった、ダメダメなんです、ちゃんとどっちを上げるか決まっている決まっているので、めちゃめちゃ複雑な振り付けなんですよ意外とね。最高だったよ、ありがとう。サホちゃんがアンナちゃんのライピンを話した、え何話してたの、何何何何何話した、サホなんだなんだ、何を話したんだい。はい、めちゃめちゃ近づけちゃうっていう、もう羨ましいでしょみんな。そう、日向さんに感謝です、ありがとうございました、本当に嬉しかったです。はい、そしたらユニットブロックが終わったら平安時代のお茶碗口あれ実はメールにも載せましたよ、私のメールにもおふざけしましたよっていうのを載せました。私発祥です、実はね。ひろかがノーマルカメラで撮った、あの子はこうやってね
真ん中だけに乗せたらみんなが気に入って真似してたんですよ。まあちょっとももちゃんとナナとひろこが私もやりたいんだけどとか言ってはい、5人で平安時代にタイムスリップしてきました。そしてユニットブロック終わったら、ちょっと待って、瀬戸利をね思い出して、言い訳メイビーか、言い訳メイビー、言い訳メイビーだよね、合ってる、言い訳メイビーだったはず。ということで言い訳メイビーの話をしましょう。こちらもね、日向さんが隣にいることが多くて、イントロ走って登場して、じゃ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 位置について回って、あちこぎの9月のそよ風、こう下がるときに隣にいるんですよ、日向さんが日向さんの衣装を着ながら、日向さんのパーティー衣装を着ながら日向さんの横で踊るっていう、最高最高。マウントじゃないよ、ただの自慢ね羨ましいね、嬉しそうな、嬉しいんですよ、嬉しいから話しちゃうし、みんなに聞いてほしかったよ早く。でね、自慢してる、ダメ、今日は私の自慢大会なんですよ自慢大会に皆さん参加していただいてるので、羨ましがっていただければいいかなと思います。はいいや、いやかな、自慢大会だけど、マウントって言うと言い方が悪いから自慢大会で、はい頑張ったので聞いてください。マウントじゃないよ、みんなマウントって言い方やめようよ、マウントやめようよ、マウントじゃないよ。はい、そしてね、メイビーが終わったら順序よろしく、あの人数での順序よろしくは初めてでしたので、ドキドキした。あれ実は一番苦戦したというか、何度も何度も4期生で練習して、立ち位置が本当に難しくて、普段前座で披露させていただいてるのは6人のバージョンなので、なおさら14人でやるってなると、あれ13人か、めちゃめちゃ難しくて、フォーメーションの移動とか、立ちながらとか、今でめちゃめちゃ広がらなきゃいけなかったり、なんか本当に一人でもう場所をミスるとぶつかったりしたりして、したりしたりして大変な曲なので、めちゃめちゃ4期生練習しましたね。いい出来だったんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、どうですか4期生は頑張って覚えました。なんとか大好きな日向さんの卒業コンサートに出させていただけるので、よかった、よかったよ、嬉しい、あの曲大好きだから嬉しかったね。めちゃめちゃ頑張って練習しました、よかった、嬉しい。そして亀子の方も撮ってくださってありがとうございました。皆さんありがとう、可愛く撮ってくれて嬉しいです。はい、したらその後は私たちはもうアンコールかな、
いや違う、マックス時315号ですね。マックス時315号と僕の太陽ですね。マックス時315号は、はい、階段で、大きな階段で踊らせていただいたんですけれども、何せ私高所恐怖症なもので、本当に本当に怖かったんです。もうね、高所恐怖症なんですよ、めちゃめちゃ怖くて。なんとか顔だけは作って頑張ったつもりです。怖がってる顔してたらごめん。ちょっと怖かった、さすがに。はい、しかも高い方で踊ってたのでね、まあ、あの深い雪もからは余裕の表情で踊ってたんですけどね、階段高かった、めちゃめちゃ。恐怖でなかなか振りを大きくというのを、まあ、意識してはいたんですけど、なかなか難しかったです。申し訳ない、申し訳なかったです。ちょっとごめんね、高所恐怖症なんだ。そして僕の太陽、はい、僕の太陽、とても楽しかったです。マリナさんとレーナさんの横で、横でじゃない、間で踊らせていただいたので、はい、めちゃめちゃ楽しかったです。あれもなかなか振りが難しくて、単純そうに見えて意外とあの難しい複雑な振り付けなのでね、はい、よかったです、楽しかった。チャチェックのワンピースを着させていただいて、本当にいろんな衣装を着れるのが嬉しすぎて、全部で自撮り撮ってありますので、メールで後々配信していこうと思います。はい。ねえ、レニアと私信じこうか、はい、あの嬉しすぎたのを、こう髪の毛がね崩れないようにこうこうやって置いてくださって、やばいと思いながら撮ったのに、興奮しすぎて半目乗せられない、乗せようと迷って NG っていう絵文字かぶせて置いた。あ、一応アーティスト保護なんで鼻詰まってない、年中詰まってます。年中鼻詰まり、はい、まあ、レナさんが可愛いからいいよ。チャットには載せたはずです、確か。 NG で私の顔を隠してチャットには載せました。可愛い可愛いレナさんを投稿いたしました。ぜひご覧ください。チャット顔 NG で笑いました。 NG、 私のはさすがに、さすがに NG、申し訳ないね。目が開いてたら私の顔も一緒に載せてたんですけど、残念ながら半目、この辺このぐらいしか開いてなかった。許してね、チャットだったら半目でも許してくれ。違う、私が許せない、私が許せないからダメです。こんばんは、こんばんは。よく見る気はやめてよ、やめてよ。配信でよく判明してるじゃないのよ、みんな乗せちゃダメだからね、判明はね。そして僕の太陽が終わったらアンコール Give me five から、違う、
違う、好きなんて、の後に Give me five。 本当に感動して、もうアンコール始まって日向さんがドレスでお話しして裏で大号泣しながら聞いてたんですよ。もうこれから出番なのにめちゃめちゃ泣いてました。我慢しよう我慢しよう、卒業コンサートはさすがに我慢と思っていましたけれども、ダメダメだったボロ泣き、はい、もう Give me five で元気よく出るっていうのをね頑張ってやろうと思って Give me five そんな具合ですね。もう日向さんが卒業されたんだなと思って、昨日の朝も泣いてました、ボロ泣き。メイクしようとしてしたのに、お花見に行こうとしてメイクしようとしたのにずっと涙が出てメイクできない、はいできなかった。マジでずっと泣いちゃうのか、あーもうなんかもう なんか思い出すだけで涙出そうなんですけど、はい、ギブミーファイブは Give me five は はるかさんとあの写真、ハートを作りました。そしてゲームをしてもらって、カメ子の方が撮ってくださってたみたいで、はい嬉しかったです。とってもありがとうございます。私が私がリハーサル、ほんと Give me 5を始めたぐらいに、あの勇気を出してはるかさんにハートを作りに行って、それを本当に喜んでくださって、で、あの本番でもあの絡みに行っていいですかということを聞いて許可をいただいたのではい、で本当にリハの2日前ぐらいのリハの時にギブミーファイブ絡みに行くの私忘れていって、すっかり。そしたらはるかさんがこうキョロキョロして私のことを見つけて、あー探してたんだよって言ってくださって、いやー探されたんだと思ってドキドキしちゃいました。そこからはるかさんメロメロです、はい、メロメロ、あ自慢ですねこれね そして10年桜も、はい、ララ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 ラ
どこかで桜花にと風に舞うよ。よかったですね、十年桜も。はい、よかったですね。フルではさすがにちょっとまあイントロらへんまで。楽しかったです、初めて10年だから。本当に初めてやる曲がいっぱいあって楽しかったです。いろいろな経験をさせてくださったので、日向さんが。はい、あ、頑張りました。で最後は春どこで終わりで、あれ多分泣きながら春どこ踊ったんじゃなかったかなと思うんですけど、最後の日向さんの話してるところも私なんかの泣き顔が邪魔をしていた、申し訳なかったです。本当に無細工すぎてすいません。本当に泣くな泣くなというところなんですけど、はい、なんかね寂しくなっちゃいました。本当に最後なんだなって実感しました。みんなも泣いたでしょ。そしてで泣き声しっかりやめてよ。やだ、私泣き声本当に不細工だから泣きたくないんですよ。顔をぶっ壊して泣いちゃうので。そして朝春コンサートが始まる前に日向さんがくじ引きを開催してくださって、ジル・スチュアートのリップバームが当たりました。当たりましたとか16番、めちゃめちゃ可愛くない？めっちゃ好きな色、超好みの色ですよ。もう早速ねコンサートの当日につけさせていただいたのですけれども、めちゃめちゃ可愛いよ。しかもお姉もリップバームだった。かわいい色。この写真もまたメールに載せるのでぜひ見てください。もっとしっかり写ってるから。ありがとうございます、大切に使います。日向さんありがとうございます、嬉しい。めちゃめちゃ綺麗でした、ドレス姿が。白に赤のリボンが、日向さんだからこそのドレスの色だなと思いました。惚れた？もう惚れてますよとっくに。加入してから尊敬する部分しかなかった。T シャみたいなね、人間としてもというのもそうですし、アイドルとしても尊敬しかなかったです、日向さんには。涙が出そう。逆上がり逆上がり舞台袖でジロジロ見ておりましたけど、ジロジロというのもあれかな、じっくり逆上がりじっくり見てましたよ。って
かもちょっと撮らせていただいた動画を、うん、ありがとうございます。盗撮じゃないです全然。思い出に残せたらなと思って。盗撮じゃないんで皆さんやめてね。勉強資料、そう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 、勉強資料として撮らせていただきました。ここでご報告お願いします。はい、めちゃめちゃよかった。共有はしません。はい私だけの宝物なので共有はしません。よかったね、めちゃめちゃよかった。また本当にアイドルのつぐみさんを見られて幸せで幸せで幸せでした、幸せでした。もう可愛すぎて、可愛すぎましたよね。さすがに可愛すぎたよね。可愛かったよね。もうなんて黄色が似合うんだという話。あー可愛い、可愛すぎ、可愛かった本当に。ふわ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 、妖精さんかな、妖精さんですよね。超可愛くてめっちゃ可愛かったっす、マジで。こう手を、お手を口に添えて笑うつぐみさん、本当に可愛かったです。どう、みんな可愛い、可愛かったよね。悪魔つぐみさん可愛かった、可愛かったぞーっつって、はいあもう可愛かった、思い出すだけで可愛いです。妖精天使かな、見えましたよね。めっちゃ可愛かった、本当に可愛かった。どうしようどうしよう、可愛かった。あー兄の腕が可愛かったです、本当に可愛かったです。黄色が世界一似合う、うん、巻き髪も世界一似合うし可愛いっすよね。あもうこの辺でやめとこうかな、全然ずっとこの話しそうですよ。さかがり足で地面、あの私も真似しようかな、こうやって笑うときに。日向さんの2日目のカレーを食べたことがあるっていうエピソードも可愛くて全部可愛い、どういうこと、エピソード可愛い、ですよね。みんななんか皆さん本当に OG の方々が中井理香さんでしたらほっぺをいただいたとか、日向さんのほっぺは中井理香さんのものとかいうエピソードを話される中で、2日目のカレーを食べたことがあるというエピソードを最後にぶっ込んでくる奥松つぐみさんが最高に可愛くて可愛かったっていう話をまだまだしたいんですけど、そろそろやめておきますね。あーよかった、本当に可愛かったです、幸せ、なんか同じ空気吸えて最高に幸せでした。舞台袖からじっくり勉強させていただきましたので、はい、やめるってないや、やめますやめますやめます、そうやって、はいはい、やめますよ全然違う話をすると、もう今日の話をすると夏場の2日目やめとき、現実的すぎて現実的すぎて、いっぱい写真を撮りましたね。メンバーとも撮ったし自分一人のも撮りました。なんかやっぱり自撮り慣れしてきたなと思って、何枚撮った、結構撮ったよ本当。メールで
一着一着紹介しようと思ってます。衣装1000枚は取ってないから、さすがに容量が容量がね。いい笑顔の写真多い、嬉しい、頑張ってます。毎日毎日輝いてね、左右均等に笑えるようにしてますけど、私はねこっちの口が上がらないので、癖でね喋るときも食べるときもこっちばっかり上がっちゃうから、こっちを上げる練習してます。あ、手を当てて、見えないじゃんそしたら成果出てる？本当に？だからすぐこの顔を作れるように練習してます。また、はい、ちゃんと成果を見せられたらいいなと思ってます。ふふふ、腹話術できそう、確かに笑ったまま喋れそうだよね。あ笑い方なんて真似れるわけないじゃないですか、私なんかがつぐみさんの笑い方真似しちゃいけないじゃないですか。とっても楽しく、はあ、嬉しかったですし、日向さんの卒業コンサートもスプリングコンサートも初めての経験、本当に楽しかったし嬉しかったし、はあ、めちゃめちゃ充実した期間だったなと思います。継承していけたらいいなと思ってます。はあ、私が話したいのはまだちょっと少しあって、私に全然関係ない話なんですけど、4期生が日向さんのバックダンサーを務めていたんですけれども、原あゆみと新澤葵と吉原メリーと佐藤ひろかが彼女と波乗りかき氷を披露していましたけれど、可愛かったですね、めっちゃ。なんか私が彼女好きで、タンタラッタンタラッタンタンのひろかの最初が好きなんですよ。あゆみも好き、タンチャンチャンチャラバーンめちゃめちゃ楽しかったです。あれリハの時から楽しんで見てました、ずっと広川の踊り方が結構好きで、彼女と波乗りかけ氷、なんかあの2曲だったら、あ、スクショいいや、半目じゃなかったらいいよはい、もう私も踊れますよ、見すぎて。夢の途中、まだ未来はずっと先の見えない場所、まだまだ成長してないから、胸を張って会えるくらい、もっと輝くその日もつって、踊れたりするんですよ、もう見すぎてめちゃめちゃ可愛く、可愛い選抜かってレベルでしたよね。ひろかもあゆみもあおちゃんもめーたんも可愛かったよ、頑張ったね、めちゃめちゃ練習していました、あの4人も。あのちゃんめっちゃ可愛かった、嬉しい、ありがとうございます。母の気持ちそんな感じですねはい、みんな可愛かったです。あの白いブラウスにピンクのリボンにピンクのスカートが可愛かったです。ピンクのリボン、あれ4期のバックダンサーのために作ってもらったらしいよ。
確かめちゃめちゃ可愛かった、似合ってた。お疲れ4期生このコンサートに本当に出番がたくさんあって、たくさん出させていただいて、日向さんのご好意に涙しました。原ちゃんの背中押してあげた。ああなんか行こうか迷ってたんだよね。原ちゃんもそうだし、あおちゃんもそうなの。行っていいのかな、先輩方が行ってる中で私たち行っていいのかなみたいな。でも本当にリハーサルの時からあのどんどん前に行けっていう話だったので、行ってこいっつってちょっと押しました。ごめんね、痛かったかな。やっぱ推し様とね、推し様が押すのよってやつ、まさか振りだった。もう本当に終わっちゃったんだなって感じですよ。涙しか出ない。あーやだやだ。ハラミ様、あゆみのこと。余韻で半年は生きれます。もっと生きて、もっと余韻引きずろう。1年は引きずろう。二の腕見えない、二の腕までない。二の腕がね隠れてる半袖。イエーイ、今日二の腕ガード。こうするとねちょっと見えちゃう、こうしないとダメ。はい、あ、皆さんフォローありがとうございます。もう本当になんか全然配信できてないのにごめんね。本当にありがとうございます。フォロワーさんがどんどん増えてありがとう、ありがとうございます。そこは10年しょ、確かに一生引きずろうね。また20日終わったらへんから、まあどんどんたくさん配信できたらなと思います。ぜひ見に来てください。いつできそう、もうできるときはジョンジョコジョンドコどんどこどんどこやろうと思ってますけど。はい、1500、ありがとうございます。1500人ありがとうございます。嬉しい。そこを実は目指していたので、実はね、はい、1500人もありがとうございます。もっといっぱいできるのでもっといっぱい配信頑張ります。たくさん皆さんとお話ししたいから。20日楽しもう、楽しもう。20日ね、あーもう私20日のこと20日って言っちゃうんだよね。どんどんそのまま読んじゃう。20日楽しもう、楽しもう。明後日も行きます。イエーイ、嬉しい。なんか期待のあれがちょっとベクトルが違うかもしれないけど、ちょっとだけね。2024年違う2024人。最近気になってるのでフォローしました。嬉しい、ありがとうございます。はい、20歳って言っちゃうかも、どうしよう。20歳って言います。20日、はい、20日は20日は20。ごちゃごちゃ頭。20日は違う子の T シャツ着てるけど、ふーん、別にいいけどね。別に嫉妬してないけど、全然嫉妬してないけどね。
全然はい。私の T シャツを着てくれる方がいると信じてます。信じてます。一人でもいてくれればいいから。明日しましょう。明日してません。明日してません。アンナちゃんのしか買ってない。優秀ですね。優秀です。たくさん褒めていくスタイルですから。4期生 T シャツ確かにナイスアイディア。4期生 T シャツもぜひお願いします。アンナ T レコ嬉しい、嬉しいです。ピンク初めての4期生だけのなのでね、ピンク白振ってくださいね。赤白でもいいんじゃないかなと思いますけど。ニコ生のサイコさん届かない。書いたけどな、書いたけどな。ちなみに来てくれる方はどのぐらいいるんですか。20日に来てくる方わーい、いっぱいいる。楽しみですよ。DMM 再生お願いします。ごめんなさい、いいよ、謝らないでね。また会おうね。17日は行く？待ってまーす。うわー、久しぶりだね、前座。いつぶり？え、いつぶり？全然いつぶり？めちゃめちゃ久しぶりだよね。1ヶ月ぶりとか？ピンク白はつぐちゃん？つぐちゃん、つぐみさんから受け継がせていただいたんです。ピンク白をぜひお願いします。ちょうど1ヶ月？え、本当に？久しぶりすぎるわ。めちゃめちゃ緊張してきました。軽症ですね。絶対にピンク白にするぞと思ってましたので。はい、時娘の販売会の手伝い。そんなに結構前みたいに感じますね。お手伝いしさせていただいたんですよ。来てくれた方 いますか。もう1です、1です。もうお米をななみさんとひなさんにめちゃめちゃ素早く置くぞっていうお手伝い全うしました。お手伝いあんなちゃんだっけ。そう、スタッフさんに褒めていただけた。木本よくやったねとか言って。嬉しかった、頑張ったぞ。はい、まなみさんにブロックされた。そりゃそうだよ、私はお手伝いだから。米売りの少女。誰かお米を買ってください。トゥットゥルルットゥルルッテルルルルルッテルルッテテテテルルルルルルル。この夜、あ、涙よりも良かったですよね。
はい、年少組よかった。私お姉も私も波乗りの少女好きで、リハの時からずっと「はい、いいね」とか言って、たかしに「波乗りいいね」表面張力、表面張力も良かったですね。レイナさんと、あの私が好きなのはルアさんの感想、感想のタラタンタラタン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 、こういうやつあったじゃないですか、こういうやつ、あれが本当にしびれましたね。もううますぎる、めちゃめちゃ良かった、もうしびれしびれしびれ、あー鳥肌って感じですね。あ、たかしはたかしまゆあちゃんです。もうレイナさんの最高ですよね。レイナさんも本当に、レイナさんも本当に可愛いし、オレンジ髪似合ってました、ここで言っちゃう。ネイルも可愛いです。歌がまずもうボタンと綺麗に回収して履けていきましたね。さすが、さすがレイナさん。ネイルは伝えました、ネイル可愛いですね。どさくさに紛れてレイナさんの方が可愛いですって言っといた。そしたら、そうだそうだそうだ、言うの忘れた、なんだみんな思い出してよかった。危ね、レイナさんが私の手をこうこう取って取って取って、あのあ、え、爪きれいじゃんとか言って、爪きれいじゃん爪きれいじゃん、手を取ってですよ、手をこう見て、爪きれいじゃん、もう一生爪大事に しましたからこれどう、ちょっと今伸びてるな、伸びすぎてるからあれだけど、そう爪切れないよね、この辺まで伸ばしちゃう。さすがにね、しびれたよね綺麗じゃん、ありがとうございました。手出ちゃって何も言われなかったけど、言えなかったけど、はあ、嬉しかったな、触ってもらっちゃって、あえ、真っ赤ですよ、私先輩が撮った写真撮る時毎回真っ赤ですから、見てもらったら分かると思うけど、私だけ顔赤すぎてるからね。触りたがり、嬉しいじゃん、先輩から触ってもらったら嬉しいじゃん。すごく良かった。パキと撮るときは真っ青真っ青です。あれらら、なんかあれらら、初見の方がなんか虫化けみたいなのしてるひどくないもん、会おうと 思えば会えちゃうもん。泣かないよ。まあね、私のこと好きだからさ、寂しがっちゃうかもね。別に私は好きじゃないけどね、普通だけど。別に好きじゃないけどね、別に好きじゃないよ。
通普通、食べ物おごってくれるし、確かに普通だけどね。財布じゃないよ、財布じゃないし、はい、嫌いじゃないよ、嫌いじゃない。再発化してない、いなんか言いがかりやめてくださいよ、言いがかりやめてください、私そんなこと言ってないから先生が言ってる、え褒め言葉、ちなみに褒め言葉かな、褒め言葉だったらいいな。まあお姉性格いいから、お姉性格いいから私もいいのかな。でも私は結構ずぶとい、ずぶといというかメンタル屈強ですけど、あの子は繊細なのでみんな優しくしてね。ゆなちゃんには優しくしてあげてね。ずぶとそうでしょあの子ゆなちゃんずぶとそうでしょ、繊細なのよ意外とね。頼みましたよ、私の方が屈強ですから、メンタル最強どっこい私本当にポジティブだから、ワイルドでリノでハードっこい強い女、なんか腕太、え腕太腕太、びっくりびっくりすぎ、腕太。今日は9時までですお姉さんすぐ泣く、すぐ泣いちゃうね。ザ・次女、え、それって褒めてる？実際それって褒めてる？でも握力は弱いっす、19ぐらいしかない目がちっちゃくなっちゃった、バー強い方だと思いますよ結構。はい、9時から、9時からじゃなくて9時まで、今度またカラオケ配信しようかな。コンサートの曲、私が出なかった曲で好きな曲を歌いまくりたいと思います。みんなあの先輩方が披露したから別にアンナちゃん歌わなくていいって言わないでね、みんなちゃんと聞いてね、お願いします。はい、19でも箸持てます、箸持てます。あ、あ、なんか今日うざ、どうしよう、最近うざいよね、ごめんね、もっと清楚に行こう行こう、全然清楚清楚、今日清楚、髪も巻いてるし清楚だよ。今更か、嘘まああと10分清楚でやろうかな、最近謎テンション嘘。まあこれが多分私の素ですね。なんかねメンバーにもさ、アンナがおかしいってこと言ってもいいのって言われるしさ、別にクールキャラじゃないし清楚キャラだし、おもろくていいやん、そうおもろい女なの私、みんなそうでしょ、おもろい女好きでし
一番やばいのあんな、え、誰、そんなこと言ったのは誰。ほらみんな垂れ込んで垂れ込んで言ってって、誰が言ってたんだい。あ、見た目清掃、本当に、イエーイ、嬉しい。パッと見清掃、え、じっくり見たら清掃じゃない、もしかして。じっくり見たら違った、そう清掃なんだよ。でも今日はね、違う、今日は服が清掃じゃないから、ほらいかついもん。いかついでしょ今日、だからまあいいの、今日は清掃じゃなくてよくて、うんと違う、もっとなんか可愛い系の服着てるときは清掃に行きたいと思います。今日はワイルドで。カーゴパンツも履いてるし、顔だけ清掃やめてよ。全部清掃なんだから。全部清掃なんだから。漫画肉、漫画肉、面白い女、ありがとう。面白い女みんな大好きでしょ、ありがとう。いいよ、嫌いにならないでね。怖いんだから。みんななんか清楚系が好きそうじゃん。ひろかとかに行かないでね。おかしい、私も嫌いにならないでね。ビジュは強い、そうか、ひろかっぴとかさほちゃん、ああ、お砂糖ついてるもんね、別にいいよ。お砂糖ついててもいいよ、アンナのトリコもつけてよ。ハートにバキュンもつけてよ、みんなお願いだよ。カッピ清掃、おもろい、カッピは意外とおもろい。圧じゃないよ、全然こんなの圧じゃない、私の中の圧なんてもっとドカンといくんだから。嬉しい、ビジュアル担当なんて人生で言われたことないわ。ユンキの清掃担当、いやいや私。聞くまでもないよね、ユンキの清掃担当なんてのは私しかいない。うん、ダメダメ、全然ジュナはねおもろいし、ナナもねツボ浅いから赤ちゃんだし、コマもおもろいし、奥村もおもろいし、うん、ヒロカはおもろいし、いじられキャラだし、アオちゃんは可愛い系だし、全然、そうメータンもねキュルキュルだから、清楚じゃない、清楚キャラって言ったら私しかいないじゃんか。ちょっと違う。何の話だか、何の話、みんな私青春天使だから清楚ではないよね、ナギは青春天使だから、清楚は私、リピートアフターミーだからね。壇上読もうかな。さてさて、このぐらいはこのぐらいにして壇上読もうかな。今日はテンション高いからね。うん。清楚の人はジャンカって言わない。いいこと聞いた。よし、これからはジャンカは使いません。ですよね。って言います。はい。十三位カズオくんさん、ありがとうございます。十二位カンクロウさん、ありがとうございます。十一位マサ佐藤さん、ありがとうございます。10位、揺れて
揺れて全然見、ま、揺れてるだ。ちょっと教えて教えて。10位マツくんさんありがとうございます。お助けセンキューだ。9位ひよりげたさんありがとうございます。8位ともじいちゅんの弟子さんありがとうございます。7位第3ありがとうございます。ライブランキング見たらいい。助けてよみんな、ライブストリーミングの仲間だよ、助けてよ。6位スマイルさんありがとうございます。5位マサさんのね、マサさんありがとうございます。みんなひどい、そんなこと言わないでよ。4位松葉さんありがとうございます。3位のパパさんありがとうございます。2位トシさんありがとうございます。1位日焼けさんありがとうございます。ありがとう、みんな冷たいこと言わないで助けてよ。はい、9時までなのであと2分あります。みんな終わろうとしないで、まだやるよ、あと2分やるよ、あと2分やるからね。違う、まだまだ終わらないよ。清楚なのが知れてよかったの、うん、前からだけどね、前からだけど、うん、初耳ん、前からだけどね、うん、ずっと清楚、ずっと清楚だけど、そうだよね、そうだよね、そうだよね、そうですよ、清楚清楚、生まれた時から清楚、清楚アンナ、うん、私しかエセ清楚なんてこと言うんだ、なんてことを言うんだなんてことを言うんだ。すねちゃうよ、すねちゃうよ、みんながそうやっていじめてくるならすねちゃうよ。いいの、あと1分しかないのに。清楚な人は自分のことを清楚とは言いません。言うよ、だって私が清楚だから言っちゃう。定石祈願、定石祈願見つけたのやつやっとこう。見つけた、何これ何これ、アンナちゃんすぐ覚えた、すぐ覚えて、ありがとう。はっ、日向さんの配信が始まったみたいだよ。みんな行って行って行って、私も行くから行って。じゃあね、おやすみ、またね、ありがとう、またね、全座バイトありがとう。